はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日はね、公式 YouTube の方からミッキーだけのセレクトボックスの情報が出ましたので話していきたいと思います。で、僕の結論としては赤いところにも書いてある通り、コレクション目的ね、引くならいいかなと思いましたので、なんでそうなったかっていうのを含めてよかったら最後まで見てってください。ね、ラインナップなんですけど、11月15日登場のセレクトボックスで D23 スペシャルミッキー、フィルハーマジックミッキー、大将ミッキー、ジャングルクルーズ、アニバーサリー、勇者、ファンタズミック、パイレーツ、豆の毛、クラシック、忍者、三重士の全12種類となってますね。で、ちなみになんですけど、公式 YouTube の動画の方で D23 スペシャルミッキーの映像が出てると思うんですが、これなぜか曲付き音符マークがついてるんですけど、このズーム曲もともとついてないので、今画面の左側の方に出てると思うんだけど、こうやって、スペースレンジャーバーズとかはボイス付きなので、あのラッパのマークとか、ミゲルがね、曲付きなので音符のマークついてるんですけど、D23 はもともと曲付いてないので、これ多分間違いですね。音符。なので、もともと曲が付いてないツムなので、勘違いしないようにしてください。で、中身のツムのコイン稼ぎ性能なんですけど、一応30分減少、まあ、1分効率まで求めたツムが5体。いますね。比較用として一番下にガジェットを入れてあります。で、見ると一番できるのがジャングルクルーズミッキーですね。1分あたり1900ということで、消去系の中では結構効率いい方だと思います。で、次に忍者ミッキーで、その次に大将が来て、勇者が来て、フィルハーマジックミッキーという順番ですね。まあ全体的に見てあんまりコイン稼ぎは強くはないかな。コイン稼ぎ性能は控えめですね。スキルマだと、まあ、ジャングルクルーズとか忍者ミッキー、まあ、忍者が縦ラインで天井消しができるので、まあ、そこそこいくかなって感じ。ただ、まあ、スキルマの消去系なので、これ低スキルだとやっぱ消去範囲が狭くって強くならない、活躍しないので、やっぱ消去系ってね、もう消去範囲が全てだから、低スキルのうちだと基本的に活躍しないんですよね。やっぱ低スキルでコイン効率がいいとかコイン稼ぎがいい積むって、だいたい効果時間系、効果時間系でたくさん消すやつ。まあこちらの表を見てもらえるとわかると思うんですけど、まあバハミとかもたくさんコウムリで消すし、パイロットルークも30消去3回とか、35消去くらいか。ナミネも40消去とか、ジョーンと鏡もそう。まあこんな感じで効果時間があって、その中で大量にツムを消すツムが、時間効率が良かったり、ワンプレイ枚数が良かったりするので、消去系ってなるとね、どうしてもね、後ろの方になってしまうので、低スキルだと。まあ縦ラインはね、ジャイロ寄せとかで、40消去とか30後半狙えるので、まあそこそこいいんですけど、まあ普通の横ラインとか中央消去とかだと、まあ上の方には入ってこないですね。なんでここだけ見ると、まあ消去系スキル6だから強く見えるけど、低スキルだとあんまり活躍しません。で、あとはね、大将ミッキーとかファンタズミック、さっきのラインナップいたけど、がタイムボム、一応狙えるので、ワンプレイの枚数自体はそこそこ伸びます。この大将ミッキーだとね、時間効率求めたので、平均5800っていう、あんまり伸びてないんだけどね。まあ、効率目当てでやったプレイなので。ただね、大将ミッキーもマイナス2段階ついてるし、ファンタズミックもマイナスの1段階ついてて、かつ、まあ、使いにくい。特にファンタズミックだね。使いにくいっていうところもあって、時間効率も良くないし、コイン稼ぎはあんまり向かないですね。時間効率ね、どんだけ悪いかっていうと、まあこちらの表、少し前のだけどね、まあワンプレイ枚数、伸びたツム、1万枚超えたツムか、を一応まとめてあるんですけど、ここにね、まあファンタズミックが僕54のみで1万1000。取れてるんですけど、1万1000取るのに10分かかってるんですね。10分。まあ下のラグビーミッキーとかダルマとかね、見てもらえると同じ1万1000で4分半でいけてるし、ダルマもね1万1000で5分でいけてるので、倍時間かかってるんだよね。ファンタズミックってめちゃくちゃかかるの、時間。演出の長さとかもあるし、まあマイナス補正とかもあるので、すごいかかっちゃうんだよね。で、まあ今回ラインナップされてないけど、コンサートミッキーとかも、1万行くのに12分とかかかるし、まあこれは消去量多くないからね、10消去くらいをひたすら繰り返す積むなので、これは。あとは今回のアニバーサリーも1万行くのに7分。7分だとやっぱかかるね。まあ他の積むだとやっぱり、時間効率いいジョーンと鏡とかは4分でいけてるし、まあエージェント P とかも4分半でいけてるし、ってことを考えると、まあ、今回、ワンプレイ伸びる大賞とか、ファンタズミックアニバーサリーとかは、時間効率を見てしまうと、
かなり、まあ、弱いというか強くないというか、まあ、そのくらいの立ち位置になります。ということで最初も言ったけど、今回のラインナップだと、まあ、時間効率イーツムも、まあ、スキルマだからジャングルクルーズがいいってだけで、低スキルだとやっぱ消去系は活躍しないし、ワンプレイ伸びる大将ミッキーとかファンタズミックは時間効率悪すぎるので、コイン化式性能は全体的に控えめだと思ってください。じゃあスコア面の方はどうなのかということで、スコアだとさっき言った大将ミッキーとかファンタズミックアニバーサリー、ここら辺がやっぱり5000万を超える力を持っているので、ポテンシャル的にはそこそこ高いと思います。5000万超えるツムが全体で見てればかなり強い方ですね。今527体だっけな、ツムの種類が。その中で僕が5000万超えてるツムって40体くらいしかいないので、全体的に見れば強い方にはなります。大将ミッキーなんか僕スキル1でも2300万、まあサムネにもあるけど出せてるので、でスキルまで7800、まあ1億取ってる人もいるよね。でファンタズミックが6000、これ6400万くらいだったっけな、確か6500だか。でアニバーサリーが5000万超え、これはね1回しかやってないので、まあ5000万1回しか言ってないけど、もしかしたらもうちょっといけるかもしれないねっていうことなので、まあこのラインナップで見ればこの3体が一番点数取れるかな。まあ大将ミッキーなんかは低スキルからでもそこそこ高い点数も取れるという性能をしていますが、右下見てもらえればわかると思うけど、シンデレラっていう化け物がいるので、スコア目的のために高い点数を取りたいっていう人がこのセレクトボックス引く必要は特にないかなっていう感じですね。もう点数見れば明らかにシンデレラがやっぱ取れてしまうので、わざわざね高い点数取りたい、じゃあ大将ミッキーファンタズミックアニバーサリー狙いますって言ってもそんなにですよ使いにくいところもあるし、アニバーサリージャイロ使うしね、ファンタズミック大将はその3、4チェーン狙うの、まあファンタズミックは5チェーンだね、狙うのがねやっぱ使いにくいとか難しいので、そんな簡単に点数取れるツムじゃないし、まあ言っても5000万6000万くらい性能なので、まあシンデレラが簡単にねそこら辺は超えてしまうので、点数取るためだけだったら別にこのセレクトボックスはスルーでもいいかなっていう感じです。はい、ちょっと一言分かりやすいように加えたんですけど、スコア目的のためにセレクト引こうとしてるんだったらスルーした方がいいかなと思います。はい、ということで最終的な結論になるんですけど、まあスコア面とかコイン稼ぎ面で強いのが特にいません。もうこれがめちゃくちゃおすすめっていうようなツムはこの中にはいないです。あとは D23 のスペシャルミッキーとか曲付きフィルハーマジック大賞アニバーサリー勇者とか、まああまり復活しないであろう、まあ勇者なんかは出ているかなまあアニバーサリーとか大賞あたり、大賞も出てる気するけどね、まああまり復活しない、まあミッキーだけのセレクトボックスなんで、年に1回まあこの時期に出てくるツムっていうのがまあ複数体ね、まあ、D23 筆頭にいるので、まあそれ目的、コレクション目的として引くのがいいと思います。まああとはね、まあ深掘りすればそのツムの活躍というかね、いいところはいろいろ言えるんですけど、まあ勇者ミッキーが3つのスキルを持ってるので、デイラインじゃない、中央消去と剣のコンボ稼ぎか、1個ずつ消すよということでコンボ稼ぎできるし、ボム生成もできるってことでミッションの活躍があるとかね、あとはフィルハーマジックミッキーのこの特殊ボムっていうのが、あれフィルハーいた、この特殊ボムっていうのが大ツム扱いなので、大ツムミッション、大ツム何個消せっていうミッションに役に立つとかっていうことはいろいろ言えるんですけど、まあ別にこのツムじゃなくてもできることなので大ツム生成なんてブーいればなんとかなるし、言っても1個しか特殊ボム出さないので1回のスキルで、でこれがコイン稼ぎめちゃくちゃ強い、コイン稼ぎしながらまあ、大ツムミッションに少し役に立つとかだったらね、もう少し押せるんですけど、コイン稼ぎ性能めちゃくちゃ弱いので、フィルハーマジックは。あとある、まあ、勇者ミッキーのこともね、別にコンボ稼ぎだったらコンボ特化したツム使えばいいって話だし、コンボ達成した時点で、まあ、盾のスキルに切り替えてコイン稼ぎをするんであれば、別にコンボと、コンボのミッションをコンボ稼ぎできるツムでさっと終わらせて、その別のミッションでコイン稼ぎできるツムをしっかり使えばもっと効率がいいと思うので、
3つのスキル持ってたところで別に使い分けっていうことはしなくていいと思うからね。全部が中途半端になっちゃうから、逆に。まあそれができるってだけで特に大した強みでもないので、まああと下の段で言ったら、てか三重種ボイスついてないんだね。逆にびっくりだけど今気づいたわ。ボイス付きツムなのにボイスつければいいのにな、三重種くらい。あとパイレーツも全然ボム巻き込みの消去量少ないやつだし、豆の木はマイナス補正2段階かかってて微妙だしクラシックは13消去しかしないし13消去2回、一応ねスコアのプラス補正がついてるので13消去しかしない割には点数出るんですけど、3000万くらい出るのかな、うまくやりゃ。まあそういった形で、まあいろいろ言うことはできるけど、これといってこのセレクトボックスめちゃくちゃ引きですよっていうね、そのコイン稼ぎ面、スコア面、ミッションの活躍とか含めて特にこれっていうのがないので、まあコレクション目的もこれ一択かなと思います。気になった方はぜひ引いてみてください。はい、では今日の動画はこれで終わりです。G23 なんかは多分ミッキーのセレクトボックス、この1年に1回くらいしか復活しないと思うので、気になった方は引いておきましょう。では、ありがとうございました。バイバイ。